こんにちは。7月に入りまして、様々なメーカーから新しい AI ボックスが登場しております。当チャンネルでもいくつかメーカーから最新の AI ボックスが入ってきておりますので、順次ご紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介いたしますのは、こちら、フェビンスからリリースされました、Android 12 CarPlay AI ボックス、こちらのご紹介をしていきたいと思います。で、冒頭で申し上げた通り、最新になったというのは何が最新になったかと言いますと、まず Android が今までは9とか10とかを使われてたんですけれども、日本でも Android が11だったり12だったり、または13だったりが搭載されるようになりまして、このモデルは Android 12モデルというものになっております。また、この容量自体も増えておりまして、大容量ということで、4 RAM、それから 64GB のロムを搭載するということで、今まで使っていた中で途中で作動が途切れたりするようなこともあったかと思うんですけれども、それがほとんどなくなったということ。さらに、Qualcomm の8コアの CPU を搭載しているということで、より一層素早く快適に使える AI ボックスということで、こちらの方が登場しております。でまず、こちらの方の新しくなった AI ボックスの機能の紹介をしていく前に、よく私のチャンネルでも質問が多数来るんですけれども、AI ボックスが繋がらない、どのように使ったらいいのかという質問をよく問い合わせをいただきますので、まずはそちらの方を重点的にご紹介をしていこうと思います。で今これすでに繋がっている状態ではあるんですけれども、一度こちらの AI ボックスの本体を外します。で通常この状態で、今回は私はボクシーハイブリッドの 10.5 インチのディスプレイオーディオで試しているわけなんですけれども、まずはこちらのケーブルが必要になります。で、このフェビンスのセット内容自体も、2つのケーブル、USB-C と C、それから USB-C と USB-A のこの2つのタイプのケーブルしか備わっておりません。で、通常ですと、ナビにもよるんですが、今回のこのディスプレイオーディオのナビに関しては、給電ケーブル、Y 字型の給電ケーブルが必要になってきますので、ぜひそちらの方、接続したんだけど立ち上がらないという方は、そちらを使ってお試しになっていただければと思います。で、こちら今、つなげました。はい。待てば自動的にこういった形でつながってくれるのが通常の作動となります。ですけれどもナビによってはつながらないといった場合もありますので今回は丁寧にご紹介していこうと思うんですけれどもここです見るべきポイントというのはこちらになりまして、まあ、こちらの方はディスプレイオーディオの項目画面になってしまうんですがこのように、まあ、いろんな機器の表示が出ます携帯の場合でしたら iPhone 13 Pro とかでプレイヤーボックスであるとか。で、今回こちらなんですけど、オートキット T-BOX Plus。まあ、こういったものです。これを今接続しているといった状態。フェビンスの AI ボックスは、おそらくなんですけど、これカーリンキットと OEM の製品なんではないかなと思います。で、ここをまずつなげる必要というのがあります。で、ここをつなげちゃえば、もうあとは次、待ってればつながるはずですので、そこを試していただければと思います。そうしますともう勝手にパッと繋がってくれるようになります。で、今回もう一つ言い忘れたのが、ここ Wi-Fi、それから Bluetooth、この辺の設定なんですけれども、ここも非常に簡単になっておりまして、はい、ここのところなんですけれども、もう一度繋げてしまうと、こういった形で勝手にもう繋がってくれています。iPhone 13 Pro。これ今テザリングを使っています。トヨタの車内 Wi-Fi も使ってるんですけど、最近速度が非常に遅いです。なので、私は今 iPhone 13 Pro、こちらの方のテザリングを使っております。こちらの方がもう全然今早いといった状態。特に祝日なんかですと、もう異常にトヨタの車内 Wi-Fi 遅いです、速度が。とにかく。なので今こちら使ってます。で、Bluetooth も今繋がってるといった状態となっております。はい。なので、非常に今までの AI ボックスに比べると、この接続の仕方がよくわからないっていうのが今まであったんですけども、このフェビンス、最新のフェビンスをはじめとした最新の AI ボックスになってから、ほぼその辺のところというのが解消されているんではないかと思います。あとはもう繋がらない原因としては、とにかく
あの Y 字型の給電ケーブルです。それをもう使うということです。それを使えばもう間違いなくほぼ 98% つながると言ってもいいかと思います。ただし USB 入力ポートがついていて CarPlay とか Android Auto 対応のナビじゃないとつながらないので、そこは気をつけていただければと思います。はい。で、今このような形で Android 12搭載で、これはランチアって言いまして、ホーム画面になってるんですけれども、非常に使いやすくなっております。このタイプも2タイプ実は選べるようになっておりまして、ここを選択することによって、このランチャースタイルタイプっていうのがあるんですけれども、これ2つ内蔵されております。で、これアプリ上でもランチャー違うのを入れられますんで、まあ、そこはプレイストアからアプリを選択していただければ自分の好みを画面に変えることができます。で、こちらはワンタイプ目のものになるんですけれども、まあ、こちらよりも私の方はこちらのスタイル2の方が全然使いやすい、まあ、こういう感じで、ここがナビの画面が出てきますし、ここにアプリの画面出てくるし、こちらにも使ったアプリの画面が出てきますので、まあ、これすごく使いやすいなということで、私はもうこの画面に設定しているといった状態になっております。はい。で、もう一つこれ使いやすくなっているところとしては、今もうすでに Wi-Fi とか Bluetooth とかつながってるんですけれども、これエンジン切ります。この辺のディスプレイオーディオ、どうしてもこの辺の指紋がついちゃって的になるところではあるんですけど、で、また車に乗り込んだとします。まあ、こういった時に何もせずともしっかりとサクサク作動してくれるのかどうかっていうところ、すごくそこを気になる方も多いと思います。でも、これは今もうご覧になっていただければと思うんですけれども、全く何も触る必要がなくて、そのまま Android 12が開いてくれるといった、ものすごく使いやすいものになっております。処理速度も非常に速くなっておりますので、もう以前の AI ボックスと比べると画期的に使いやすさが増しているといった状況になっております。まあ、しばらく待っていただければと思うんですけど、もうこの形ですぐにインテリジェントインターコネクションということで表示が出て、で、さらに Wi-Fi がつながり、で、Bluetooth つながり、はい、このような形でマップまで開けるということで、これ今テザリングでやってます。ここ見ていただくと分かるんですけど、あ、今これ自体は車内 Wi-Fi につながっちゃい、ま、つながっちゃってますけれども、まあ、どちらか Wi-Fi 電波つながる電波があればそこを認識してつながってくれるといった、まあ、そういったことです。そういった状況になっております。なので、もう自動的に繋がってくれるということで、特に何もやる必要がないよということで、非常に使いやすくなってきているということになります。それからもう一つ問い合わせとして多い、まあ私個人的にもそうなんですけれども、カープレイが使えないケースっていうのも結構あったりします。カープレイを繋げる手順なんですが、設定を開いていただいて、Bluetooth に接続する必要というのがあります。で、こちらのオートキット T-BOX プラスは、開いていただくと上にカープレイという設定ボタンがあるので、そこをオンすればすぐにつながります。で、こちらの方はカープレイはこのオートキットっていうところがあって、ここを押します。で、この状態をずーっと繰り返しているような AI ボックスもあったりするんですけれども、もうこちらの方も見てお分かりいただける通りで、もうすぐにつながってくれる。これ今撮影一発撮りしてるんで、特にリハーサルとか何もしてないんですけれども、もうすぐにパッとつながってくれる。で、また戻りたい場合はこんな形で戻れるということになります。ただこれ一つ注意しなければならないところというのは、このカープレイがつながっている時っていうのが、この Wi-Fi っていうのが途切れてしまいます。で、もう一つこれ Bluetooth にも途切れている状態なんですけども、ここはもう一度 Wi-Fi を立ち上げる必要っていうのがあります。はい、そうしますと、これ Wi-Fi が今立ち上がったわけなんですけれども、ここを設定しないといけないということですね。で、カープレイが立ち上がると Wi-Fi が切れていう状態になっておりますので、そこのところは従来と変わらない。ただし、この UI も進化しておりまして、もう
もう一度やりますけれども、このオートキットでこれつなげます。で、iPhone 13 Pro。で、ここにもカープレイがすぐつながって、で、またやっぱりネットが見たいといった場合、で、ここのところはつながってない状態なんですけど、ここをこのような形で、はい、もうこんな感じですぐにつながってくれる。今までは多分ここを押しただけだとつながらなかったものが多かったんですけれど、このモデルに関してはもうここパッと押すだけですぐにつながってくれるということで、すごく UI が進化しているということで、これだったらある程度誰でも使えるといった、で全くこうストレスを感じないで直感的に使える、まあ、そこがとにかく進化している大きなポイントになっております。でこれでもうほとんどのアプリが使えるといった状態になっております。はい、つなげ方メインでまずご紹介させていただいたんですけれども、あとは何が見れて何が見れないとか、その辺が気になると思いますので、そこもご紹介していこうと思うんですけれども、まあ、全てのアプリということで見たい場合でしたら、今とパッとタップしたんですけども、でこの状態でまずは YouTube を見ていこうと思うんですけれども、 YouTube、はい、もうこのようにすぐに YouTube の画面開いてくれますし、著作権の問題がありますんで、私のチャンネルでご紹介となってしまうところをご承知いただきたいんですけれども、はい、こんな感じでパッと映ってくれます。これおそらく私のこの操作なんですけれども、この AI ボックスの処理速度が上がってるっていうことがとにかく大きいと思います。で、これ、Wi-Fi が繋がる繋がらないは、これ今トヨタの車内 Wi-Fi が今すごい遅くなってるんで、まあそういった Wi-Fi の受信感度の影響をするんですけれども、この AI ボックス自体はもう過去の私の AI ボックスのレビューを見ていただいて、比較をしていただければすぐわかると思うんですけど、とにかくその操作速度っていうのが全く変わってると思います。こんな感じで見れますと。で、今これ開いたんですけれども、このAI ボックスの特徴としては、このフローティングボタン、これがすごく使いやすくて、直感的に例えばまたホーム画面に戻りたいといった場合には戻れますし、また YouTube 見たいといった場合はここに押していただければ OK ですし、でさらにはここ、二分割で見たいという方もいらっしゃると思うんで、例えばマップとの二分割にしたいといった場合なんですけれども、ここを押していただく。このランチアって書いてあって、ここに設定してあると二分割ができないといった、まあそういった状況もあるので、例えばここのランチアセッティングっていうのをこのナビゲーション設定っていうのがあって、デスクトップナビゲーションプラグイン、ここで設定ができるようになっています。例えばこちらにする、そうするとも一度マップ開きます。そうするとこのように開くことができる。で、その代わりこっちは Waze というマップに切り替わるということで、ここで設定してあるやつはこちらのアプリ上で、ここでこのような形で二分割で開くということはできないという設定にはなっております。まあ、ですが、このように動画を見たりとか、マップを見ながら動画を見るということが可能になるということで、まあ、こういった使い方をするケースっていうのが多いんではないかと思うんですけれども、まあ、こういった形で見ることができるということになります。まあ、こういったところはすごく便利ですし、またいろんな AI ボックスでもお話はしているんですけれども、運転している時でも当然これ自体は Android オート上で再生をしているので、テレビキャンセラーをつけなくても走行中でも動画が見れたりとか、当然マップが見れたりとかもしますので、非常に設置するだけで楽しめてしまうというメリットもございます。こんな感じです。再生している動画がここで表示されたりもします。
で、ここを押すと、このような形で飛んでくれたりとか、ものすごく UI が、とにかく最新の AI ボックスになって、進んでいるっていうことです。ちょっと価格が上がっちゃってるってのはあるんですけど、その分すごく使い勝手が良くなってるということになります。もうちょっと飛びます。で、あとは、こちら。こうしていただいて、こうですね。で、ここでもできます。で、何を分割したいかと。で、こういう感じで見ることが可能ということで、すごく見やすくなっていると、まあ、いうことになります。あと、ご紹介しておくべきものとしては、まあ、Chrome。私最近 Chrome をよく使うんで、テキストファイル。やっぱブログっていうのも、最近私も記事書かせていただいてるんですけれども、やはり、もう未だになくてはならないというか、最近もう YouTube が、チャンネル数がどんどん増えすぎてしまっていて、まあ普通の SNS と変わらないような、チャンネルを出しておいても埋もれちゃってるような状況で、やはりそういう意味ではブログの方が、やはり最近はちょっと強くなってるのかなっていう気が私の方ではするんですけれども、まあ、こちら今、ラブブログっていうもので、私はチーフレポーターを務めさせていただいてるんですけれども、まあ、こういった記事を書くときなんかも、ここでレビューの記事を書いたりもしているんですけれども、内容を見返すときに、こういった感じでテキストファイル見たりもします。まあ、先日、アルファードの記事も書かせていただいてるんですけれど、まあ、こういう感じで展開できると。あとは、戻りたい場合はこうやって戻る。これね、社内 Wi-Fi ね、遅いですよね。なので、ちょっと切り替えます。はい。で、今、iPhone 13 Pro に切り替えたんですけど、もう一度見ていただくと、こんな形で、まあ、最近ドライブレコーダーの記事も書かせていただいたりとか、まあ、これと同じ動画なんですけど、まあ、こういった、Max Inの実機レビューの記事なんかも書かせていただいたりとかで、テキストファイルをよく見たりもするんですけれども、まあ、そういった時にもすごく便利です。で、また戻りたいよねって言った時に、どうすんのっていうのがあると思うんで、そういった場合は、ここのホームボタンを押すと、飛んでくれると、迷った。非常に使いやすくなってます。で、アプリを入れたい時なんかも、このプレイストアでもちろん、自分の好きなアプリ、入れられますんで、そういった使い方もできますし、あとは YouTube ミュージックなんかも私よく使ってるんですけれども、まあこちら。まあこんな感じで、今まで聴いている私の音楽がここにちゃんとパッと出てきますんで、特にもう今探す必要っていうものもないということです。で、これ YouTube で YouTube ミュージックってなってるんですけど、これ YouTube をこっちで流して、YouTube ミュージックをこっちで流すってことはできません。これどっちか一方になってしまうと。で、これもアプリによっては見れるものもあったりします。でもこの YouTube ミュージックと YouTube っていう組み合わせですと、まあ、どちらか一方になってしまうっていう形にはなります。あとは Amazon プライム見れるの見れないのっていうのがよくあると思いますんで、そちらの方を見ていただきますと、例えば、ターミネーター再生。はい、このような形でしっかりと映画も見ることもできちゃう。プライムビデオもしっかり見れる。でも先ほど言った通りなんですけれど、動画と動画っていうのが基本的には見れないようになってますんで、どちらか一方を選択して見る必要があると。まあ、いうことになります。まあ、その場合、こっちいらないよねっていう場合があると思うんで、その場合は、ここ。あ、こうですね。こういう使い方もできます。ここを押して、で、もう一度。例えば、マップにしたいという場合があると思うんで、マップにしたい場合は、ここを押すと。そうすると、マップと、こ
こちら、Amazon プライムの映画が流れると、まあ、いうことで見ることができると、まあ、いうことになります。あとは他の使い方としては、例えば、最近ですと、バントゥルのドライブレコーダーの N5 というものが、4カメタイプのものが出てるんですけれど、こういったアプリ、いちいちこれ携帯電話につなげるの面倒だなって思われる方もいらっしゃると思うんで、そういった時なんかも結構重宝します。こうしていただいて、はい、そうしますと、このような形でお分かりいただけるかと思うんですけれども、今、こちらはドライブレコーダーのアプリ上の画面ということで、まあ、こういった使い方もできる。で、こういう設定が最近のドライブレコーダーですとあるんですけれど、まあ、こういう設定っていうのもこう画面上でできてしまう。非常に使い方の応用が効くようにもなっております。で、映画はまだ流れているといった、今これネット切ってるんですけど、ちゃんと映画もまだ流れているといった状態で、また回線を戻すという必要がありますので、こうしていただく。そうすると iPhone 13 Pro に戻るということで、すごく直感的に使えるようになっていて、まあ、サクサク動きますし、サクサク操作ができるということです。もうそこがとにかくこの新しくなった AI ボックスの大きな特徴になっております。で、最後にこちら、よくギャラリーとかも使うんですけれど、今これはドライブレコーダーの SD カード、さっき SD カードないって出ちゃったんですけど、実はこのAI ボックスの中に入れてます。そうしますとこういった形で動画が展開されるようになっていて、ちゃんとこういった収録動画みたいなものも、こういう感じで再生ができるんで、もう何でもこの画面上で CarPlay とか Android Auto 搭載のナビがあれば、とにかく何でもここで操作ができてしまうと、すごくこの UI に優れているというのが、とにかく最近新しく日本でも導入されたこの Android 12搭載の AI ボックスの大きな特徴になっております。ってことで、こちらヘビンスの Android 12搭載の AI ボックス、最新の AI ボックスご紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか。で、最後なんですけど、これ簡単にこちらのユニットのご紹介をしておくと、ここに SD カードが入れられるようになっています。で、ここが給電ポート、USB-C です。で、ここが SIM カードを入れられたりもします。まあ、最近 SIM カードよりもむしろ、使い切りのカーチャージ Wi-Fi、私のチャンネルでもご紹介しておりますけど、車用のカーチャージ Wi-Fi とか、まあ、そういったものでつなげる方がどちらかというと今主流です。で、こちらの方は、今回こちらは HDMI の出力端子というのはついていなくて、まあどちらかというと、光石ディスプレイがついていない向けの、まあ車の AI ボックスということにはなっています。はい。ってことで、こちら、今までの AI ボックスよりも格段につながりやすくなってて、使いやすくなってて、操作も速い、スピードも速いということで、非常に進化しているということが、この動画からもお伝えできたんではないかなと思います。はい、こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。